ものすごく根が深く、そして簡単には抑制できない、何か、がこの、先人の成功例を、に、あって。機構がシステムになってしまった結果、王の容認では放置しかたい話になり、理屈が正しいなら当時だって似たようなものだろう。王が認めたのに、売れず、太平洋戦争で日本は負けた。アメリカは正しい。侵略は正義であり、核弾頭の使用、それは正当だった。だから、成功例を、市場を、乗っ取る。それだって正義であって。システムだけに、別に、相手、は反論しない。結果には出ない、だけだ。誰も反論できなくても、利益には、ならない。アメリカは今だって、核兵器の使用により敗北した？それを認めはしないし、なら正義は、逆だ。しかしアメリカの経済学には、価値の喪失とその補填、それは考慮になく、結局は略奪と侵略に依存して、